97式局者不評法97式局者不評法は1937年に開発が開始され1939年に正式制定されて日本陸軍で運用された迫撃法当時不評大隊に配備されていた92式不評法を補完するものとして開発された昭和6年フランスのストークブラン社より 合計8 1ト、mm、ルの迫撃砲の売り込みがあったが、当時は92式不評砲の導入が決定したばかりでもあり、この採用は見送られた。しかし、同形式の迫撃砲は研究開発のようがあるという必要は認められたため、同社より特許及び見本を購入し、研究が進められた。こちらの研究からは、ガス弾投射機としての十四式系迫撃砲。 96式中迫撃砲が生まれていくことになる。本砲を運用する海軍陸戦隊しかし、満州事変、並びにその後の中国大陸での戦闘で中国軍が使用したドイツ製迫撃砲の有効性を身をもって体験した陸軍は同形式の不評大隊砲の整備の必要性を認め、購入した。 ストークブラン式迫撃砲の特許をもとに1937年5月より設計を開始、6月には早くも大阪法兵交渉に施政発注した。この施策は7月20日付陸密第92号陸軍技術本部兵器研究方針により正式に認可され、11月には施政法が完成、直ちに試験に着手した。 昭和12年度冬季北満試験では、本法は国間機において取り扱い用意、機能良好にしておおむね実用に適すと判定され、1938年5月には陸軍不評学校に委託して試験を行い、一般代替法としては適当と認めがたい。ただし、ダバ編成手段の代替法、あるいは一般不評連隊の増加装備不評法としては、 適当なるものと任務という判決を得た。以上のように初めから限定的な使用を前提として、正式化された兵器であり、92式不評法の、代替後継を目的としたものではない。仮正式制定上進は、昭和13年8月、正式制定は、翌年1月となった。実戦における十七式局射不評法は、その軽量さや、発射速度の速さ、 発砲時の音や煙が少ない点が高い評価を得たが、ストークブラン式迫撃砲の本質的特徴である、射撃精度の低さから来る弾薬消費の多さが好まれず、当初は2009手段の代用兵器として、中国戦線の警備部隊に配備が進められた。太平洋戦争勃発後は 94K、ハサマ及び96中砂湖と同様に、南方戦線の要求から、 生産数が増加し、その軽便さを買われて、海上機動旅団の使用重火器としても配備されるようになった。砲弾は、同じく、ストークブラン社の 81mm 迫撃砲を、ライセンス生産したアメリカ軍の M181mm 迫撃砲と安全に互換でき、日米双方とも敵国製弾薬の射標を用意していた。大阪造兵賞。 第一製造所の調査によると、1942年10月までの生産数は1238門であった。また、昭和17年度末3月末の整備状況調査によると、昭和17年度の製造数は888門である。また、海軍も本法を一部簡略化した上で三式8センチメートル迫撃砲の名称で正式採用し、 横須賀海軍交渉で製造した。陸戦隊に配備したほか、音響弾を発射する対戦威嚇用の兵器として、解剖艦などに装備した。諸原性能砲弾、創薬。ありがとうございます。